ゴット・ディス・ローンドは、オランダ・ベーレン出身のデスラッシュバンド。1990年に、オランダ北部の町、ベーレンで、ヘンリー・ザトラーを中心に結成。最初期のメンバーは、ザトラー、レンコフルスと、アード・デ・ベアードの3名。このラインナップで、ファーストデモテープ、クライスト・ハントを1991年にリリース。翌1992年に、ドイツのシャークレコードから、 ファーストアルバムザ・クライスト・ハントをリリースしデビューした。当時はスウェディッシュデスメタルに影響を受けたデスメタルバンドであった。なお、ファーストデモテープリリース後にフルストは脱退しており、オスカー・カレとマルコア・レンズが加入している。しかし、ザ・トラーと他のバンドメンバーの間の確執やレコード会社とのトラブルによって、 ザトラーは1993年にバンドを解散する。バンド解散後、ザトラーはミニストリー・オブ・テラーというスラッシュメタルバンドを結成し、1994年にファーストアルバム、フォール・オブ・ライフをリリースしてデビューしている。このバンドには、ゴッド・ディス・ローンドの初代ベーシストのフルストがギタリストとして在籍していた。しかし、インペール・ド・ナザリーンとのヨーロッパツアーの後、 ザトラーは、ミニストリー・オブ・テラーを脱退。ゴッド・ディスローンドを再結成することになる。2009年1996年に、ザトラーを中心に、新しいメンバーでゴッド・ディスローンドを再結成。再結成時のメンバーは、ザトラー、イエンス・ファンデル・ファルク、ルー・サンダースの3名。少し遅れて、ビーフが加入した。アメリカ合衆国のメタルブレード・レコーズと契約して、 セカンドアルバム、ザグランドグリモアをリリース。同アルバムリリース後には、カンニバルコープスやモービッドエンジェルといったデスメタルバンド、イモータルやマーダックといったブラックメタルバンドとのツアーを経験し、ヨーロッパ、アメリカ合衆国、そして日本でライブツアーを行っている。その後も、バッケンオープンウェア等に出演するなど活動を続け、1999年に、 サードアルバム、ブラディ・ブラスファミをリリース。同アルバムのプロモーションツアーを行っていたが、このツアーの疲れとインヒュームへの復帰を望んだことから、ドラマーのサンダースが脱退。この後、ドラマーはなかなか決まらず、2001年リリ,リースのホースアルバム、ラビナスは、当時ナイルで活動していたトニー・ラウリーノをサポートに、迎えて作成された。その後のツアーでは、 当時ザ・クラウンで活動していたヤンネ・サーレンパーをサポートに迎えている。2002年になって、新ドラマーのアリエン・ファン・ベーセン・ベイクが加入。2003年にフィーフスアルバムイントゥー・ザ・ラングス・オブ・ヘルをリリース。2004年にファン・デル・ファルクとビーフが脱退し、イザー・ク・デラハイとヘンク・ジンガーが加入。この時期のことをバンド自身はバンドの歴史の中で、 最も困難な時期と表現しており、メンバーが長くバンド活動を共にする中で、各々の人生やバンドについて新たな視点を獲得、発展させていったことから、メンバーの交代劇が起こったとしている。デラハイとジンガー加入前までに、ザトラーとベーセンベイクの2名で次回作の楽曲制作は終わっており、2名の加入は、レコーディング直前に行われた。2004年にシックスアルバム、 ザレア・オブ・ザ・ホワイト・ワームをリリース。同アルバムは日本版がメタルブレード・レコーズ・ジャパンよりリリースされ、6枚目にして日本デビュー版となった。リリース後も多くのライブツアーに参加し、ザ・ホーン・ケットやボルト・スロアートも共演している。ボルト・スロアートのツアー終了とともにセブンスアルバムザ・トキシック・タッチの制作に着手。2006年にリリースされた。リリース後は、 ベーダーとのツアーを観光するが、ザトラーの家族の問題により活動休止状態に陥った。この間、ベーセンベイクがエピカにセッション参加し、そのままゴッドディスロー運動を脱退し2007年にエピカに正式加入した。さらにデラハイもベーセンベイクのツテでエピカにセッションを経て、正式加入し、ゴッドディスロー運動を脱退している。2008年中頃にザトラーが復帰し、 二人目のギタリストは不在のまま元メンバーのルー・サンダースが再加入して新アルバムが作成された。2009年にエースアルバムパションデールをリリース。リリース後のツアーでは初めて南アメリカを訪れている。また、サンダースはアルバムリリース後に脱退してしまい新たにミヒール・ファンデル・プリオフトが加入。またこの頃は女性ギタリストのスーザン・ヘールが在籍していたが 短期間でバンドを離れ、ドイツ出身のギタリストダニー・トゥンカーが加入している。2010年にナインスアルバム、Under the Sign of the Iron Cross をリリース。2011年からフューネラルツアーを行い、2012年2月のアメリカでのライブを最後に解散した。2013年に、ゴッド・ディスロンドが所属していた、メタルブレードレコーズヨーロッパでマネージャーをしていた。 ミハイル・トレンゲルとの葬儀が行われ、参列したザトラーは音楽業界の知人と再会する。これがきっかけとなり、ザトラーはコット・ディスローンドを再々結成することを決意する。2014年に実際に再結成する。再結成時のメンバーはザトラー、イエロン・ポンパー、プリフトの3名。2015年にリードギタリストのマイク・ファーガソンが加入。 2017年に復活作となるテンスアルバムザワールドアブレーズをリリース2019年3月にヨーロッパツアーにマイク・ファーガソンが参加できないことが発表され代わってデイブ・メイスターがツアーに参加することが発表されたその後12月にレブンスアルバムイルミナティのリリース予告の際マイク・ファーガソンが正式に脱退しており デーブ・メイスターが公認となっていることも合わせて発表されたマイク・ファーガソン2017年。ありがとうございます。